はい、どうもケントです、今回はですね、僕が大好きなギタリスト布袋さんのネタをやってみたいと思います。はい、今年のね2月1日に還暦を迎えられた布袋さんですけど、ニューアルバム Still Dreaming ね、それとか、まあ、あとその Still Dreaming の映画とかもね、上映されたりして何かと話題の布袋さんですけどね。で、今までになくめちゃくちゃテレビに今回出演されててね、布袋さんのことをあまり知らない人も改めて布袋さんに興味持たれた方も多いんじゃないかと思います。で、あとギターマガジンでも布袋さんをねめちゃくちゃプッシュしてて、はい、ギタリスト布袋寅泰のすべてということで、なんとこれね一冊もうほとんど布袋さんの記事というね、かなり思い切った内容だと思うんですけど、で、今回はですね、この本の中に掲載されている布袋寅泰を導いた偉大な10人のギタリストという記事が中にあって、これめちゃくちゃ興味深く読ませていただいたんですけど、ちょっとまあ雑誌の中身をねお見せするわけにいけないんで、まあ、興味あったらぜひ買っていただきたいんですけど、その10人のギタリストを、まあそのギターフレーズとともに紹介していきたいと思うんですけど、まあ、せっかくなのでね、どの10人が上がるかっていうのをちょっと当ててみてほしいんで、ちょっとクイズ形式で順番に紹介していきたいと思います。で、先にちょっとヒントを言っておきますと、10人中ね4人は布袋さんが、大好きなデビッド・ボーイに関連するギタリストになります。で、10人中ただ1人だけ日本人のギタリストがいるんですけど、まあ、この日本人のギタリストって言った時点でね、もうピンとくる方はもうあの人しかいないっていうのが頭に浮かぶと思うんですけど、まあそんな感じで、10人紹介していきたいと思います。はい、でまずはですね、その布袋さんが挙げてるギタリストに、関連するギターフレーズを僕がまず弾いてみますんで、それを聞いてもし曲名が分かったらね、曲名を答えてください。で、その後ギタリストを紹介しますんでね、そのギタリストの名前も分かれば答えてください。では一人目のギタリスト、まず曲名はデビッド・ボーイのスターマンでした。で、弾いてるギタリストはですね、ミック・ロンソンというデビッド・ボーイのね、初期の時代を支えたギタリストになります。で、この曲はですね、まあ、布袋ファンなら誰しもが知ってることなんですけど、布袋さんのソロアルバムでスターマンをね、カバーしてるんですよね。で、実は僕も、布袋さんバージョンのスターマンを初めて聞いて、めちゃくちゃかっこいい曲だなと思ってね。で、調べたら、デビッド・ボーイのカバーだったということで、で、そこからまた原曲を聴いてみたんですけどね。その原曲のデビッド・ボーイの方もめちゃくちゃかっこよくて大好きな曲です。はい。まあ、実際この本の中でね、布袋さんがミック・ロンソンを紹介するときに、このスターマンって曲をね、名前に挙げてましたんで、それで今回取り上げてみました。はい、では次、二人目のギタリストいきますね。はい、今のね、リフはね、これまたデビッド・ボーイのフェイムっていう曲で、ギタリストはですね、カルロス・アロマでした。で、この本にはですね、まあ、カルロス・アロマ、ジェームス・ブラウンのバックバンドにもね、いたそうで、デビッド・ボーイのね、ヤング・アメリカンズとか、ステーション・トゥ・ステーションといったアルバムで、ギターを弾いてるんですけど、まあ、その中で、なぜフェイムを選んだかと言いますと、宮沢りえという女優さんが、これをカバーしてたんですよね。めちゃくちゃ、なんか、不思議な曲なんですけど、なんか、当時のアイドルがこんなかっこいい曲を、カバーしていたんで、まあ、ちょっとぜひ宮沢りえさんバージョンもね、聴いてみてほしいです。はい、では次は3人目のギタリストいきます。
はい。で、今の曲はですね、はい、これもまたまたデビッド・ボーイの Stay という曲のイントロのリフでした。で、弾いてるギタリストはね、アール・スリックという方になります。で、この本によりますと、今の Stay っていう曲は、布袋さんがね、最もコピーした曲かもしれないとこの本でおっしゃっております。これはね、布袋ファンにとっては要チェックの曲ですね。はい、では次は4人目のギタリストです。次はね、結構有名な曲が出てきますんでね、ぜひ当ててください。はい。まあ、これはね、かなり有名なので、ご存知の方も多いかと思いますけど、悲しみの恋人たち。ジェフ・ベックですね。はい。4人目にジェフ・ベックをね、挙げられてるんですけど、まあ、この本では、まあ、ブロー・バイ・ブローとね、ワイヤードっていう名前が出てきてますんで、まあ、そのブロー・バイ・ブローのアルバムから、今のね、悲しみの恋人たちを弾いてみました。で、ここではですね、ギターインストゥルメンタルなんて退屈だという固定観念をね、打ち破った偉大なプレイヤーと布袋さんはおっしゃっております。はい、では次は5人目のギタリストいきますね。はい、今の曲はですね、ピンク・フロイドの Wish You Were Here という曲になります。で、ピンク・フロイドといえばね、ギタリストはあの方、はい、デビッド・ギルモアですね。はい、で、またね、この本によりますと、布袋さんは中学3年生の時ね、学校を早退して、自分の部屋にこもってカーテンを閉めて、このピンク・フロイドを聴き入っていたそうです。いや、さすが中3でもうすでにね、ピンクフロイドとか聴いてたんですね。でね、なんかね、海外で布袋さんがライブした時ね、外国人のお客さんに、君のギターはギルモアに似てるねって言われたこともあるらしいですね。まあ、それだけ影響を受けてたんでしょうね。はい、では次は6人目のギタリストいきます。はい、今の曲はですね、クイーンのキラークイーンの間奏のギターソロになります。まあ、クイーンのギタリストといえばね、皆さんご存知のブライアン・メイですね。はい、ブライアン・メイについてね、布袋さんはこう語っております。キラークイーンのソロを聴いたとき、ソロも曲の大切なメロディーの一つだと痛感させられた。まあ、確かにね、布袋さんが作ってる曲っていうのは、ギターソロまでね、口ずさめるような、そういうメロディアスなギターソロが多いですよね。まあ、そういうのももしかしたらこのブライアン・メイの影響を受けていたのかもしれないですね。はい、じゃあ次は7人目のギタリストいきます。はい、今の曲はですね、アベレージ・ホワイトバンドのカット・ザ・ケークという曲になります。はい。で、ギタリストはね、ヘイミッシュ・スチュワートなんですけど、この本の中で布袋さんがね、アベレージ・ホワイトバンドのカット・ザ・ケークを知らない人は、ぜひ聴いてほしいと、曲名書いてたんで、ちょっと僕、ライブで確認したんですけどね、ヘイミッシュ・スチュワートはね、実はね、ギターじゃなくてね、ベースを弾いてるんですね、この曲ね。ただ、まあ、もしかしたらスタジオバージョンとかでは、今のギターのリフ、まあ、ちょっと誰が弾いてるか確認できなかったんでね、ヘイミッシュ・スチュワートが弾いてるかもしれないんですけど、まあ、少なくともね、僕が確認したライブの中では、ヘイミッシュ・スチュワートはベースを弾いておりました。布袋さんはね、この本の中でね、
バッドフィーリングのリフのルーツは、まあ、ここにあるっておっしゃってるんで、まあそう言われるとなんかうなずいちゃいますよね。はい、それでは次は8人目のギタリストなんですけど、まあ次はですね、ちょっと曲というよりも、そのギタリストを象徴するフレーズを弾いてみたいと思います。はい、今のはね、ゾウの鳴き声もやってみたつもりだったんですけど、ゾウに聞こえましたか？はい、ゾウの鳴き声といえばね、エイドリアン・ブリューですね。はい、今回ね、8人目のギタリストとして、この、エイドリアン・ブリューが挙げられてたんですけど、まあ、特にその具体的な曲名とか、アルバムとかね、書いてなかったんで、エイドリアン・ブリューといえば、というので思いついたのが、今のね、ゾウの鳴き声でした。まあ、僕ぐらいの世代の人だとね、覚えてると思うんですけど、テレビの CM でね、エイドリアン・ブリューがね、いろんな、動物の鳴き声をやるっていう CM があったんですよね。はい。なので僕の中ではね、エイドリアン・ブリューイコールゾウの鳴き声の人なんですけどね。エイドリアン・ブリューといえばね、キング・クリムゾンのギタリストとしても有名なんですけど、布袋さんはね、1978年のデビッド・ボーイの武道館コンサートで彼がツアーでサポートメンバーとして参加してたんですけど、まあ、それを見てね、かなり衝撃を受けたらしいですね。まあ、僕もね、その78年の武道館のコンサート映像は見たことあるんですけど、確かにデビッド・ボーイと同じぐらいね、目立ってましたね。はい、では次は9人目のギタリスト行ってみます。はい、今のリフはね、ボーイ時代をなんか彷彿とさせるね、リフでしたよね。ギャング・オブ・フォーというバンドの、ダメージとグッズという曲でした。で、ギタリストはね、アンディ・ギルというね、人なんですけどね。僕、ちょっと今回初耳だったんですね、この方ね。で、本によると、なんかこのボーイ時代のステージング、まあ、布袋さんのパフォーマンスは、まあ、このアンディ・ギルにめちゃくちゃ影響を受けてるよって書いてたんで、ちょっとアンディ・ギルの昔のね、ライブ映像とか見るとね、もう結構まんま布袋さんだったりするんでね、よかったら興味ある方はぜひ見てみてください。はい、ではいよいよ最後のギタリスト、12名のギタリストです。はい、今のワンフレーズでもう分かっちゃいましたよね。チャーのスモーキーでした。はい、でこの本ではね、布袋さんは、群馬のチャーになりたかったんだと、まあ、そういうふうに言うぐらい尊敬している先輩ギタリストだそうです。まあ、実際ね、ステレオキャスターとかで共演されたり、まあ、この間のチャーさんのね、ライブとかにもゲストで参加したりとかして、今でも交流が深いね、お二人ですね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、こうやってね、自分が好きなギタリストのね、ルーツをたどっていくっていうのはすごい面白いですよね。まあ、そういう意味でね、今回のギターマガジンは僕にとってはね、もう永久保存版、家宝にしときたいぐらいの、内容だったのでね、興味がある方はぜひ今回のギターマガジン買ってみてください。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。